重大事故に当たるのではないかというふうに考えております。NTT 東日本と NTT 西日本の光回線を使ったフレッツ光などで、今朝7時過ぎから最大およそ3時間にわたり通信障害が発生しました。一時インターネットや電話のほか、百当番などの緊急通報も利用できない状況が続き。 両者合わせて最大で44万6千回線に影響が出ました同じメーカーの通信装置116台で同時に不具合が発生しており両者は事故の原因の分析を急ぐ方針です